日本のニュース24H。皆さん、こんにちは。速報 MLB 野球2024年9月29日。大谷翔平逆転の三冠王へ、ロバーツ監督、またビッグデーを作り出すかどうか、見てみようじゃないか。同僚も6安打を放ったマイアミの再現を期待。28日、日本時間29日、MLB ロッキーズ、23ドジャース、デンバー。ドジャースの大谷翔平選手は28日、敵地でのロッキーズ戦に1番指名打者で出場し、5打数2安打、1盗塁で盗塁数は58に到達した。シーズンは残り1試合、55-55の到達と大逆転の三冠王を狙う。この日も快音を響かせた絶好調男の大谷だが、87年ぶりなリーグ三冠王の道のりは厳しくなった。最初の4打席で2安打を放ったが、最後の2打席は凡退。試合前から1厘上げて3割1分とした一方、この日欠場した首位打者のアラエスは3割1分4厘で変わらず4厘差となった。アラエスが最終戦に出場した場合、4打数無安打だと、大谷は4打数3安打以上が必要。アラエスが欠場の場合、5打数4安打以上、あるいは4打数4安打を打てば逆転での首位打者獲得が舞い込む。ロバーツ監督は最終戦も大谷の出場を明言した上で、かなり厳しいが、翔平がまたビッグデーを作り出すかどうか見てみようじゃないかと大逆転劇に望みをかけた。キャリア自己最多の3、この日は5回先頭の第3打席に四球を選び、一度は二投が記録されたが、ボークだったと、後に記録が訂正された。それでも、6回先頭の第4打席で、ウゼンダを放ち、二投を決めて、今季58盗塁とした。打っては、5打数2安打で、打率3割1分に上げた。本塁打、打点の2冠は、決定的な状況で、打率もトップのアラエス、パドレスとは4厘差。29日、同30日のレギュラーシーズン最終戦で、逆転での首位打者と、三冠王を狙う。MLB 公式サイトの S ラングス記者によると、大谷の後半戦25本塁打、35盗塁は、共にメジャー全体で最多。1933年に第1回オールスターが開催されて以降、後半戦の本塁打、盗塁が共に MLB 全体で1位だったのは、1955年の W メイズ、ジャイアンツだけで、大谷は史上2人目の記録も手に入れることとなりそうだ。快勝のドジャース、大谷翔平5打数2安打で、4試合連続マルチアンダーベース踏み忘れ&幻の盗塁も、6回に58盗塁目を成功すでに地区優勝を決めている。ドジャース、大谷翔平選手は、日本時間29日、敵地ロッキーズ戦に1番指名打者でスタメン出場。5打数2安打の活躍で、4試合連続のマルチヒットを放ち、6回には、今季58個目の盗塁を決めました。初回、先頭で迎えた第1打席では、相手先発のセンザテーラ選手の3球目、外角へのスライダーを、振り抜きライトフェンス直撃のシングルヒットを放ちます。しかし、続く2番、ムーキー・ベッツ選手の打席で、二塁でスタートを切るも、ベッツ選手が、ファーストへのファウルフライ。大谷選手は、二塁を越えたところから、慌てて一塁へ戻りますが、その際に、二塁ベースを踏んでおらず、結果ダブルプレーとなりました。2回の快勝のドジャース、大谷翔平5打数2安打で、4試合連続マルチアンダーベース踏み忘れ&幻の盗塁も、6回に、58盗塁目を成功。大谷の逆転三冠王へ、同僚もエール、6安打してくれてオスカー、彼が何をしても誰も驚かない。残り1試合、三冠王の可能性残す。米大リーグドジャースの大谷翔平投手は28日、日本時間29日、敵地ロッキーズ戦に1番 DH で先発し、5打数2安打1四球、1盗塁で13-2の大勝に貢献した。打率は310に上昇。最終戦での逆転三冠王に望みをつないだ。大谷は初回に右翼フェンス直撃の単打。6回にもウゼンダを放った。5打数2安打で打率は309から312。同314でリーグトップに立つアラエス・パドレスは欠場し、4厘差に縮まった。4番左翼で出場したて、オスカー・フェルナンデスは、ロッカールームの取材で、印象的だね。今、彼が何をしても、誰も驚かないんじゃないかな。明らかに彼は素晴らしい選手だし、素晴らしいチームメイトだ。彼が今年作っている歴史の一員になれて、嬉しいよと蓄えた、ヒゲの奥で笑顔。仲間の三冠王について、達成することを願っているよ。6安打してくれたらいいね、と願った。自身も5-2の5回1塁1三塁に、左中間へ33号スリーラン。5打数1安打3打点で、今季100打点まで、あと1。自身も大台がかかる最終戦へ可能性があるなら全力を尽くすよ。チームのために戦う。まあ、達成できたらいいねと活躍を誓った。大谷翔平の逆転三冠王は非常に可能性は低いが指揮官は固め打ち期待。ビッグな日を。大谷は残る一戦、三冠王の可能性残す。米大リーグドジャースの大谷翔平投手は28日、日本時間29日、敵地ロッキーズ戦に1番 DH で先発し、5打数2安打1四球1盗塁で13-2の大勝に貢献した。打率は大谷はこれで632打数、196安打。アラエスは634打数、199安打で、細かく見ると打率、31388だ。最終戦も欠場すると仮定すれば、大谷は3打数3安打でも、打率、31338となり、及ばない。つまり、4安打が最低条件となる。4打数4安打だと、636打数200安打で、3144、5打数4安打でも、31397で上回る。6打数4安打になると、31347となり届かない。リーグダントツの54本塁打、130打点の2冠は、ほぼ確実。逆転の3冠王へは、最終戦での固め打ちが必要になる。米地元放送局、スポーツネットロサンゼルスの試合後番組は、取材に応じる、ロバーツ監督の映像を公開。
アラエスに追いつけると思うかという質問に、非常に可能性は低いが、アラエスが明日出場し、翔平がまたビッグな日をやってくれると期待しているよと、笑顔で答えた。大谷翔平が6本打ってくれるといいね、逆転三冠王に期待。同僚が挑む、W 回答。5回に2試合連発となる33号スリーラン、すべての試合が大事だ。ドジャースの手オスカー・ヘルナンデス外野手は28日、日本時間29日、敵地ロッキーズ戦で自己最多33本塁打を放った。4番左翼で先発出場し、5回に左中間へ2試合連発となる33号スリーラン、ブルージェイズ時代の2021年を上回った。ヘルナンデスはすべての試合が大事だ。いつも言っている通り、全力プレーをすること。たくさん得点して勝ちたいと笑顔を見せた。5回、大谷の四球とボークなどで、一死一二塁のチャンス。T. ヘルナンデスは、変わったばかりのクリス・ウェルの初球フォーシームを、左中間スタンドへ運んだ。今日、最高勝率を決めたけど、チームにとって、この日、大谷は5打数2安打で、打率310。トップのパドレスはラエスと、4厘差で、最終戦に臨む。ヘルナンデスも、3年ぶりの100打点へ、あと1打点だ。お互い実現することを祈っている。マイアミの時のように、彼が6本打ってくれるといいね。そうすれば、最低でも、打撃タイトルや、三冠王レースで、争いにはなるからね。私の記録に関して言うと、チャンスがあれば100打点だけではなく、チームのためにもベストを尽くす。明日実現できるといいねと、最終戦へ意気込んでいた。大谷翔平は54-58で打率3割1分残り1試合に逆転ミラクル三冠をかける。ドジャース大谷翔平30がラスト試合に打撃三冠王をかける。28日、日本時間29日のロッキーズ戦、クラーズフィールドの初回、センザテイラのスライダーを弾き返した。打球速度 179.1km の矢のような一撃が右翼頭上を越えてフェンスを直撃し、打球が速すぎてシングル安打となった。さらに6回の第4打席ではクリス・ウェルから右前打を放った。